写真自体は波打ち際で撮影してるんですけども、深さ自体は多分膝に行かないぐらいのすごい浅いところで撮ってるんだけど、きっと立ってればキャって遊びそうな。でも寝転がってることによって溺れちゃうかもしれなくて、自然と人間の境界線みたいなのを表している作品なんですね。私はフォトグラファーの池谷智秀です。アート作品を作ったり、広告の仕事をしたり、まあ水を使った作品が特に多くて、まあそのいろんな作品作ってます。想像力っていうのはゼロからでは絶対になくって、あるものからインスピレーションを受けて積み重ねていって、今までなかった新しい価値観を作っていくもの。政治でも教育でも何でもそういうのは必要なんだと思う。多分写真ができた時って難しかったね。テクニック的に。映るだけですごかったから。でもそれがだん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 映るのが普通になってきて、誰でも使えるようになって、ペンに近くなってると思うんですよね。ペンを持ってたからといって、その人はライターではないじゃないですか。カメラはみんな持ってるけど、その人はフォトグラファーではなくて、より一層その内容が問われる感じになってくるんですから、どれだけ偶然を取り入れるかがカメラを使った後の醍醐味だと思う。こう水の動きとか空気とか風とか、多分それをもう二度と表現できなくて、写真ってその自分が想像しなかった、あ、これもありかっていう発見がそこにはあると思うんですね。私の作品は基本的に、まあ大きなテーマとしてコントロールがあって、偶然だけだと、それは身を任されて、ただコントロールされるがままにやられてるだけの話で、コントロールするものとされるものの何かこう境界線みたいなのを表現してる。日比さんのレコード会社の方から連絡があって、衣装制作に対してこうアドバイスしながら、衣装作ってもらって、それで撮影しに、台湾に行きました。池谷さんみたいに、こう写真にあのガラスとかアクリルとか貼っている人っていうのは、海外で見てもあまり多くはないことで、それ自体がもう面白いことですし、池谷さんの表したいことっていうのが、どの写真にも凝縮されてるっていうのが伝わって、どれも、どの作品も好きです。まあそんな、ブレスとかは生命力をテーマにしてて、その呼吸できない空間の中で叫ばなきゃいけない時もあるし、静かになってる時もあるし、なんかいろいろだと思うね。その中の洞察っていうか、をこういうのが表現してるんですね。で、髪の毛って DNA が入ってるから自分自身なんだけど、切られても痛くないから他人事な感じがするじゃないですか。それと同じことで、髪の毛って美しさの象徴でもあるんだけれども、たくさんあると気持ち悪いじゃないですか。だからその相反する感じとかが、その夜の曖昧な感じと、憑依な感じと、すごく似てるなと思って、髪の毛をこうちょっと多用してみた。人間って昼間の動物だから、夜を昼に従うじゃないですか。特に東京とかは夜もずーっと明るいし、本当はその時間って、本能としては多分、怖いと思うんだよね。その時間って捕食されるかもしれない時間で、でも生命を生み出す時間でもあって、暗い時間もすごく大事なんじゃないかな。ムーンは生命のリズムを生み出してるよね。生命を生み出す時間でもあるのに、生命を奪われる時間でもあって、相反する時間なんでね、二つのものが。誰でも、本当は誰でも知ってるんだけど、その誰でも知ってる当たり前のことを、もう一回考え直した方がいいんじゃないかな。